演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。で、ファミリーマートのスイーツモンスターレッドリプリンのもちもちクレープと秋チョコ&ラングドシャサンドチーズを食べたいと思います。どちらも相変わらずちょっと可愛くて怖いパッケージですね。で、味の方はどうなったら、まずはこちらのラングドシャサンドの方からいただきたいと思います。クレープの方はなんとなく想像ができるのでそれでも買っちゃうんですけどね。はい、こんな感じです。おや、チーズは何の社がなってるじゃない、クリームが入ってるところなんですね。ではいただきます。うちのパキサクランチホワイトチョコ、パキチョコラングドシャサンドチーズがホワイトチョコのミルクの甘み、チーズクリームさっぱりとした酸味、ラングドシャのサクサクした食感が見事にマッチしていて、どれも重複がなかったんですよね。で、一度に噛むとパキサク、シュワッとした味が一度に楽しめるとっても美味しかったし、それぞれ一つずつ食べても美味しかったです。ちょっとパキチョコが跳ねてしまって少し食べづらい部分があったのが残念でしょう。それを差し引いて考えても非常に美味しい商品だと思いますので、こちらの点数をさせていただきます。そしてこちらのもっちりクレープですが、こちらなんかプリンがちょっと控えめすぎました。ほとんどカラメルだけの味になっていて、あれプリンどこっていうような感じになってしまったのは残念でした。カラメルでプリンの風味を楽しみますが、ちょっともうちょっと上のカスタードの部分の方も主張してほしかったかな。外側のクレープ生地はもちもちして美味しかったですが、プリンがいまいちなのでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。